では今日は、アクセサリーの解説をしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。でちょっとまあいろいろ長いんで分けて動画を出したいと思うんですけど、今日は、目次で言うとアクセサリーの3種類の、まあ3種類別の上昇ステータスについての解説をしたいと思います。でその後にアクセサリーの上昇率ですね、まあ改良するたびにどれぐらい上がるかっていうところをまとめましたので、そこの解説をしていきたいと思います。で、最後に、今回は、スペインリーグのアクセサリーについて、まあ、まとめましたのでそちらの解説と、まあ、解説をしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。では、アクセサリーの種類別の上昇ステータスについてなんですけども、実は、まあ、ユーティリティ、それから上半身、下半身のアクセサリーで、まあ、獲得した時にランダムで、ついてくるステータスの上昇っていうのがあると思うんですけど、それがもう、決まってます。まず、ユーティリティから見ていくと、上昇ステータスは、パス、タックル、キープ、精神力のこの4種類のみが、ランダムで、選出されてゲットできるというような状態になってます。はい。じゃあ次、上半身ですね。で上半身も決まっていて、上昇ステータスがドリブル、マーク、スピード、トラップという形になってます。はい。下半身、こちらも、シュート、パスカット、パワー、プレースキックという形で決まっています。こんな感じで、ユーティリティ上半身下半身で、獲得できるステータスというのは決まってますので、まあ、それぞれ自分の上げたいステータスというところを狙って取っていくということも可能になってきます。はい。続いて、リーグ別で見ていくとイタリアリーグ、スペインリーグ、オランダリーグ、フランスリーグと、まあ、4チームずつ、アクセサリーが落ちるチームが用意してあります。はい。で、ポイントとしてはシルバーアクセサリーっていうのと、ブロンズアクセサリーっていうのが今、あると思うんですけど、シルバーアクセサリーの、場合は捨て上昇が2つつく可能性があります。で今のところブロンズアクセサリーに関しては1つまでしか確認が取れてません。ただもう、100年近くかな、回してるのかな、まあ、かなり、回してみてるんですけど、ブロンズはやはり、ステージ上昇は1つしかつかないと思われます。はい。でシルバーもなかなか落ちないんですけども、2つつくっていうことが確認取れてます。はい。で次に、コンボ効果、ユーティリティ上半身下半身の、3つのアクセサリーを揃えることでコンボが発動します。でこのコンボ効果は現在は4種類のみの、導入という形になってます。まずフェアプレーで、これは、まあ、全員おそらくもらってると思います。マルディーニですね。でフェアプレーをつけることによって、ファールの、ファールをしづらくなるということですね。これは、まあ、あの強肩を持っている、ボランチですとか、まあ、そういった選手につけることでかなり、効果的になるんじゃないかなと思われます。はい。次に根性、タディッチですね。タディッチの、3種類を揃えて、つけると根性が発動します。はい。まあ、根性は、スタミナが減っても能力が落ちづらいっていう感じですかね。はい。で回復、ダンブロージオ、まあ、これかなり、使えるんじゃないかなと思うんですけども、ダンブロージオを3つ揃えることで回復というコンボ効果が発動します。で回復は、ハーフタイムでの、スタミナが少し回復するっていう形ですね。でダンブロージオの回復に関しては右サイドバックのみの、使用になります。
すいません、根性のタディッチは、左のウィングですねのみになります。で、回復ダンブロージョは右のサイドバックのみという形になります。で、この辺はまた別のベッド、何ですかね、表を用意してますので、そこでちょっと見ていけたらなと思います。で、ダンブロージョに関してはもう右のサイドバックはほぼ全員こう回復をつけていった方が、効果的かなと思いますので、一番こう最優先で取っていきたい、コンボ効果になっていくと思います。はい。で、スーパースター、これメッシですね。おそらく一番こう、周回している方が多いんじゃないかなと思うんですけども、スーパースターに関しては、なかなかまあ効果としては、SWCC 等ではちょっと効果はないかなとは思いますが、観客動員数が増えるというものですね。はい。で、現在はこの4種類のみの実装になっていると思われます。はい。続いてステータスの上昇率についてです。はい。まずステータスに関しては、A ランクの場合は初期ステータスは130上昇します。で、B が110、C が90、D が70、E が50、F が30という形になっています。で、一つのアクセサリーは、同じアクセサリーを吸収させることで5回まで、改良することができます。はい。で、こちらの精神力アップの A ですね、130から、260まで上がってる、写真が見れると思うんですけど、マックスで A の場合は260まで上げることができます。で、上昇率なんですけども、A の場合、1回改良するごとに26ステータスがアップします。B の場合は22アップします。C の場合は18、D の場合は14、E の場合が10、F の場合が6という形で、改良1回につき、上昇していくという形になります。で、これで見るとまあわかると思うんですけども、圧倒的にやっぱり、A、B、まあ C ですかね、A、B、C っていうところの上昇率が高くなってますね。はい。つまり、最高で、ステータス、アクセサリーってどれぐらい上がるのかっていうと、マックスで1560ステータスを上げることができます。まあ、例としては UTT のところでパスキープの AA で、上半身のところでドリブルスピードの AA で、下半身で A のシュート、 A のパワー、でやることで、まあ、260のステータスアップが、6個という形で1560のステータスが上がるということが、まあ、一応、可能ではあります。まあ、かなり奇跡に近い確率だと思います。はい。はい。では、スペインのアクセサリーまとめましたので、見ていきたいと思います。スクショ撮る場合は今のうちにお願いします。この後多分、ズームにしたりしていきます。はい。まず、スペインですね。マドリーの、アクセサリーが、エルブランコ19のバッグがありますね。これが、キープ意識ショーアップという形です。で、バレンシア、ロスチェのユニフォームがドリブル意識ショーアップ。セビリアが、ソックスでロングシュート意識がショーアップで、これ結構おすすめで、セビリアに関しては下半身なので、シュートのバフがかかりやすくなってきます。バフというかシュートのステータスの、がつく可能性が高いので、ロングシュートの意識を上げつつシュート、ステーを上げることができるので、まあ、個人的にはこの下半身のソックスをたくさん集めてたりします。はい。で、アトレティコは3つ、ヒメネスのミサンガ、インナーシャツ、パンツがあります。で、それぞれ、ミサンガがパス意識がショーアップですね。それからインナーシャツが、エリア内仕掛け意識がショーアップ。で、サブで、ヘディングスキル発動率がショーアップという形になります。はい。ヘディングスキル、ショーアップがついているので、結構、センターフォワードとか、ウィングもそうですけど、1つ目がバーストシュートとか、で2つ目にヘディングがついている選手とかにつけるとおすすめですね。はい。で、ヒメネスのパンツはディレイ意識がショーアップですね。はい。で、続いてバルサ、でこれはもう、多分ほとんどの方がかなり周回してゲットしてると思うんですけど、メッシのミサンガとインナーシャツとスパイクですね。で、このミサンガはパス意識ショーアップ
で、ここフリーキックスキルの発動、率がショーアップっていうのがサブでついてます。個人的にはこれがちょっと謎ですね。これに関しては、ほとんど条件がオール、全部に使えるのに対して、メッシに関しては、右ウィングしか使えないんですよね。で、右ウィングのメッシはまずフリーキック蹴らせることはないですし、なかなかこのフリーキックのスキル発動ショーアップが使える、生きてくる選手っていうのは今のところちょっとあんまりいないのかなとは思います。はい、今後右ウィングでの選手でフリーキック蹴らしたい選手とか出てきた場合は結構、いいんじゃないかなと思います。インナーシャツはエリア内の仕掛け意識がショーアップで、スパイクが攻撃意識ショーアップで、このスパイクの攻撃意識ショーアップはかなり優秀だと思います。試合の指示で、攻めていけみたいな、点取っていけみたいなのがあるんですけど、あれをやることで攻撃意識が上がって、攻撃得点力とかが上がっていくんですけど、同時にデメリットもあるんですけど、このスパイクに関してはデメリットが、特に記載されてないので、結構いいんじゃないかなというふうに思ってます。はい、以上スペインのアクセサリーをまとめてみました。はい、であとは、オランダとか、イタリアとか、フランスも今まとめ、ましたので、そちらもまた別の動画でちょっと出していきたいなというふうに思います。特に、個人的にはオランダのユトレヒトの、アクセサリーとかは、かなりおすすめですね。ヘディングスキルと、ロングシュート、2つついてるんで、結構得点力に関係してくるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、以上で、アクセサリーの説明を終わりたいと思います。はい、ではまた。